和製ステフィン・カリーとの呼び声高い、現在アメリカで大活躍中の富永啓生選手。今回は日本バスケ史上最高峰のシューター富永選手の歴史とともに面白いエピソードを紹介したいと思います。富永選手は2001年2月1日愛知県名古屋市に生まれました。なんと彼の両親は2人ともバスケットボール選手でした。お母さんのひとみさんは三菱電機の実業団チームに所属していた選手。お父さんのひろゆきさんもバスケ選手で、身長がなんと211センチあり、その恵まれた体格を生かしセンターとして日本代表に選出されたことのある名選手です。そんな両親のもとに生まれた富永選手は、当然のように幼少期からバスケットボールに触れるようになり、自然とバスケを始めることになりました。小学生になる頃にはお父さんがコーチを務めていた D ナゲッツバスケットボールアカデミーにお父さんに連れられ、毎週通うようになります。その当時から負けず嫌いな一面があり、年上の中学生や大人に対しても勝負を挑むような少年だったそうです。中学生になると同じ愛知県内にある春日井市立岩成台中学校に進学します。この中学校は全国大会の常連で、過去には横地精神選手など全国に名を轟かせた選手を輩出しています。富永選手が3年生の時、全国大会で3位に輝くという華々しい成績を残しています。しかし中学時代、身長が171センチと特別大きいわけではなかった富永選手は、選抜メンバーなどに選ばれることはありませんでした。当時から抜群のシュート力を持っていても選抜入りできないという愛知県全体のレベルの高さがうかがえます。中学卒業後は同じく愛知県内にある桜岡高校に進学します。この学校も全国大会常連校で、現在 YouTuber でチャンネル登録者10万人超えの大井隆義選手が彼の一つ上の代に在籍していました。愛知県は強豪校の多い県で、その筆頭は桜岡高校と、全国制覇したことがある中部大学附属第一高校など、全国でもトップクラスの高校が多く存在しています。しかし富永選手が入学した最初の年はインターハイ、ウィンターカップへの出場は叶いませんでした。また2年生の時にはインターハイへの出場こそ果たしたものの、3回戦で敗退してしまいます。この不完全燃焼の結果に対し、富永選手はとあるインタビューの中で、苦しい時期でしたと語っています。当時はそこまで全国的に名の知れた選手だったわけではなく、バスケファンならシューターとしての彼の存在を知っていたというぐらいの知名度でした。しかしそんな富永選手の名前が一気に全国に知れ渡る大会がありました。3年生の時に出場したウィンターカップです。チームが3位を獲得したことも富永選手の知名度を高めた要因ではありましたが、一番の要因は彼が残した超高校級のスタッツです。以下各試合のスタッツを紹介します。1回戦広島海実高校、36得点3ポイント2本。2回戦高知中央高校、36得点3ポイント3本。3回戦開志国際高校、45得点3ポイント7本。準々決勝実践学園高校、39得点3ポイント5本。準決勝福岡第一高校、37得点3ポイント7本。3位決定戦帝京長岡高校、46得点3ポイント6本。明らかに高校生離れした圧倒的なスタッツ。なんと平均得点は6試合で 39.8 点です。ちなみに単純比較はできませんが、マイケル・ジョーダンが得点王を獲得した86、87シーズンの平均得点は 37.1 得点でした。ジョーダンは82試合に出場した上でのこのスタッツなので、6試合しかプレーしていない富永選手とは単純に比較対象にはなりませんが、しかし高校バスケとはいえ、この圧倒的なスタッツは並の高校生が出せる数字ではありません。いかに富永選手が突出していたかわかります。実はこのウィンターカップ中、富永選手のスリーポイント成功率は 30% を下回っていました。またフリースローの成功率も 60% 台と、高確率とは言い難い数字ではありました。しかし実際に毎試合40点近くを取り、かつチームを勝利に導いている点、また超ロングスリーを何本も決める姿や切れ味鋭いドライブなど、見ててワクワクするプレーをしていたことは間違いないでしょう。そんな無双状態のウィンターカップでしたが、特に目立った試合が準決勝の福岡第一戦でしょう。河村勇輝選手を筆頭に世代最高の戦力が集まったこのチーム相手に、なんと富永選手は前半だけで31得点を記録しました。この時のことを後に
打ったら入るという感覚でしたと話しています。実際に第1クォーターにおいて4本連続で3ポイントを沈めていたりと、大一番での勝負強さが垣間見える、そんなパフォーマンスを披露してくれました。富永選手は当然ながらウィンターカップの得点王、さらに大会ベスト5に選出され、個人としてもチームとしても確実に成長した大会でした。そしてこれほどまでのプレイヤーがウィンターカップまであまり広く認知されていなかったのには理由があります。それは富永選手がインターハイを欠場していたからなのです。インターハイの時期、ちょうどアンダー18の国際大会と日程が被ってしまい、富永選手は代表に選出されていたためインターハイへの出場ができませんでした。すでにインターハイの時期にはウィンターカップの時と同様のパフォーマンスをすることが可能だったため、仮にインターハイに出場していたら彼の名は瞬く間に全国区になっていたはず。これだけの選手、世間が放っておくわけがありませんね。そんな富永選手の高校卒業後の進路は日本中のバスケファンが注目していました。大学バスケでプレーするのか、はたまた飛び級してプロ入りするのか、富永選手の下した決断は渡米でした。まずはアメリカの短大で2年間プレーし、その後に4年生の強豪校に編入して、そこでさらに2年間プレーするという道を選びました。短大とは言っても決してレベルが低いというわけではありません。むしろ NBA に行けるような実力の選手が数多く在籍しています。一般的に短大は4年生大学と比較して授業料がかなり安くなっています。そのため4大への奨学金が得られなかった学生は自身で学費を支払う必要があるため、学費の安い短大に通うことを選択します。また4大でプレーするには一定の学力基準をクリアする必要があり、それを十分に満たせなかった学生も基準が厳しくない短大に行くことを選びます。このような事情があり、短大にもかなり実力のある選手が集まってきます。富永選手の目論みとしては、まずは短大で活躍しスカウトの目に留まることで4年生大学への編入をすることでした。同じような方法を取ったのが現役 NBA スーパースターのジミー・バトラーでした。彼は高校卒業時に強豪4年生大学からのオファーがなかったため、一度短大に行き、そこで実力をつけて強豪マーケット大学へ進学をし NBA 入りを果たしています。そして富永選手が進学先として選んだのはテキサス州にあるレンジャーカレッジという短期大学でした。この学校は元ケンタッキー大学のヘッドコーチを務めたビリー・ギリスピー氏が率いる強豪の短期大学です。2018-19 シーズンには NJCCA、 つまり NCAA の短期大学版トーナメントで準優勝を飾っている強豪です。富永選手は2019-20 シーズンからこのチームに合流しました。そして富永選手のアメリカ1年目のシーズン、彼は31試合の出場で平均 16.8 得点、スリーポイント成功率 47.9% という驚異的な数字を叩き出しました。渡米前は海外で通用するとは思えないといった意見が見られましたが、彼はそれをものともせず圧倒的な実力で超エリートシューターとしての能力を遺憾なく発揮し、アメリカでも十分通用するということを証明しました。そしてなんとこのシーズン後に NCAA 一部に所属するネブラスカ大学への編入ができることが決定しました。しかし2021-22 シーズンから編入することになっていたので、短大でもう1年プレーすることとなりました。2019-20 シーズンは富永選手にとって飛躍の年になったばかりではなく、チームも非常に好成績を残しています。レンジャーカレッジはレギュラーシーズンを28勝2敗という圧倒的な強さを見せつけ、強豪の名を欲しいままにしていました。残念ながらその後の全米大会の地区予選でまさかの2回戦敗退を喫し、全米大会への道が閉ざされたかのように思われましたが、レギュラーシーズンの成績などが考慮され、大会組織委員会からの推薦を受け NJCAA トーナメント出場が決定しました。しかしこの年から大流行が始まった新型コロナウイルスの影響により、トーナメントが中止に追い込まれました。翌2020-21 シーズンもコロナの影響で1月から4月までにシーズンが短縮されました。そんな中でもレンジャーカレッジは順調に勝ち星を重ね、前年と同様に NJCAA トーナメント出場を決めました。準決勝で敗北こそしたものの、ファイナル4に残るという好成績でシーズンを終えました。富永選手個人は27試合に出場し平均 16.3 得点、フィールドゴール 51%、
スリーポイント成功率 48.8% と軒並み好成績を残しました。そしてなんとトーナメントで最も活躍した選手12名が選ばれるオールトーナメントチーム、さらに NJCAA オールアメリカセカンドチーム、この2つに選出される快挙を成し遂げます。続く 2021-22 シーズン、ネブラスカ大学に正式に加入した富永選手、すでに短大で2年間プレーしていたため本来は大学でプレーできるのは2年間ですが、新型コロナウイルスの影響により NCAA の全学生の在学可能年限が1年延長されました。そのため富永選手もネブラスカ大学に最大で3年間在籍できるようになりました。富永選手にとって最初のシーズン、彼は即座にスターティングメンバーになったというわけではなく、初めの1年は同ポジションのブライス・マクゴーウェンズという選手の控え選手として出場しました。主にベンチからの出場ということもあり、出場時間は平均約16分にとどまりました。そんな中でもサウスダコタ大学戦ではシーズンハイとなる23得点を挙げるなど、スコアラーとしての片鱗を見せます。このシーズンで富永選手は平均 5.7 得点、スリーポイント成功率は 33% と、本来の富永選手の実力が完全に発揮されていたとは言えませんが、伸びしろを感じさせる1年となりました。そして迎えた NCAA の2年目の 2022-23 シーズン、前シーズンでスターティングメンバーだったマクゴーウェンズが NBA ドラフトで全体41指名でティンバーウルブスに指名され、 NBA 入りしたこともあって富永選手の出場時間が増加しました。ここから彼の快進撃が始まります。2月5日のペンシルベニア州立大学戦で大学キャリアハイの30点を記録、そしてこの試合から5試合連続20点以上を記録するという好調ぶりを見せつけます。この頃から NCAA が彼を特集した動画を YouTube に投稿するようになるなど、アメリカ国内での知名度が飛躍的に高くなるという結果になりました。結果として富永選手はこのシーズン平均出場時間 25.1 分、13.1 得点、スリーポイント成功率 40% と前シーズンと比較しても大きくスタッツを伸ばし、 NBA からも注目されるまでに成長を遂げました。富永選手はこれまで課題とされていたフィジカル不足に対し、シーズンオフにかなりのトレーニングを積んでいるようです。 NBA 基準に至っていないかもしれませんが、高校時代やアメリカ初期と比べれば体も大きくなり、フィジカルを使ったプレーが増えていることは見て取れます。このような努力の積み重ねによって着実に評価を上げつつあります。そして 2223 シーズン終了後、富永選手は一つの大きな選択をします。 NBA ドラフトへのエントリーです。昨シーズンが始まる前は本当にもうこれが最終シーズンで、ここからプロの方に行こうかなと思っていたと本人はとあるインタビューで語っています。そう思ったきっかけはネブラスカ大学のヘッドコーチからのやってみるかという提言だったそう。そして実際にドラフトにエントリーし、5月30日にはインディアナ・ペイサーズのワークアウトにも参加しました。自身の夢である NBA に一歩近づいたと語る富永選手。 NCAA シーズン終了後にフィジカル強化のためにトレーニングを重ね、3キロ増量し、当たり負けしない体を目指してワークアウトに挑んだそうです。そこでペイサーズからフィードバックを得られたそうですが、その内容としてはシューティングガードとしては小さいから、パス、ハンドリングなどのスキルを磨き、ポイントガードの役割をできるとさらにいいという点、もう一つはディフェンスがさらに成長できたら NBA にもっと近づくという内容だったそうです。ただその中でもシュートは負けてないと本人が話すように、シュート力はアピールできたようです。ワークアウトの練習メニューの中に3ポイントを1人25本ずつ打ち、決めた本数を競うというメニューがあります。そして25本中20本以上決めた選手のみ練習場内にある鐘を鳴らすことができます。そして今回のワークアウトに参加した選手のうち、ただ1人富永選手のみが3ポイントを20本以上決め、鐘を鳴らすことができました。この時の様子はペイサーズの公式ツイッターにも投稿されています。 NBA でもやっていけることを証明した富永選手でしたが、6月1日、彼はドラフトエントリーを取り下げることを発表しました。実はドラフトにエントリーすると、仮にドラフトで指名されなかったとしても、その後に大学に戻ってプレーすることができないという決まりになっています。しかし6月1日までにエントリーを取り下げた場合に限って、大学に戻ってプレーを継続できるという規定があるのです。つまり
富永選手は大学に戻ることができる最終日にエントリーを取り下げたのです。これについて富永選手自身は、ネブラスカ大学は毎日成長できる環境で、その場所でもう1年やることで、さらにレベルアップして NBA に挑戦する、を語っています。富永選手は代表としての経験も豊富です。高校2年生の時には、U16 の強化合宿に参加。その際、ヘッドコーチのトーステン・ロイブルが、ダイヤモンドを発見した、と富永選手について話しています。翌年の高校3年生の時には、アジアU18選手権の日本代表に選ばれます。そこでも何本も超長距離砲を炸裂させ、アジアを震撼させました。2022年7月からは A 代表に選出され、日本のトップ選手たちと共にプレーしています。A 代表デビュー戦となったワールドカップアジア予選オーストラリア戦では、チーム最多の18得点を挙げ、スコアラーとして華々しい代表デビューを飾ります。同月に開催された FIBA アジアカップでは、準々決勝オーストラリア戦において、両チーム最多の33得点を記録しました。その中には、ほぼハーフコートラインから放った超長距離スリーポイントも含まれています。このシュートには、味方である日本代表のメンバーでさえも驚きを隠せないという様子で、プロから見てもとんでもないことをやってのける選手なんだ、ということがわかります。また、富永選手は 3on3 の代表にも選出されています。2019年には U23 の代表として FIBA U23 ネーションズリーグに出場しています。その後2021年には東京オリンピックの 3on3 の代表に選出され、チームを準々決勝まで導く原動力になりました。そんな富永選手のプレースタイルは、なんといってもそのシュートエリアの広さが鍵となっていると言えます。スリーポイントラインよりもさらに遠くからシュートを決められるため、コートを広く使うことができるので、シュートが警戒される分ドライブで抜きやすいなど利点がたくさんあります。和製ステフィン・カリーとも称される彼の圧倒的なシュート力はアメリカでも猛威を振るっています。この超ロングシュートについて彼は、力を入れなくても足の力加減の調節でできるんじゃないかなと話しています。これが富永選手にとっての当たり前なのです。カリーについて少し触れましたが、実はカリーは富永選手を認知しています。時は遡ること2019年、カリーがイベントのため来日した際、富永選手はカリーと直接対談するという貴重な体験をしています。その後2023年、富永選手がネブラスカ大2年目のシーズン中、先日した5試合連続20得点超えを達成した際、カリーが富永選手に対し、ラビット形成、いいね形成といった意味のツイートをしたのです。これに対し富永選手も、アプリシエイティッドステフ、ありがとうステフと返信しています。これまで日本人が、それもまだ学生が現役の NBA の選手とやり取りするなんてことが今まであったでしょうか。こんなことが起こる時代が来るなんて、おじさんのバスケファンには信じられません。カリーにも認められるほどの実力、身長も一般的には高く魅力たっぷりの富永選手ですが、恋人がいるかなどプライベートの部分はあまり明らかになっていないようです。ただ過去にインタビューで好きな女性のタイプについて問われた際、面白い人か可愛い人なら面白い人の方が好きと答えています。実は 2,3 年前からお笑い芸人のかまいたち山内さんと顔が似ていると一部界隈で話題になっています。確かに丸みがかった顔の形など似ているとも言える部分はありますが、皆さんから見て2人は似ているでしょうか。いかがでしたか。今回は日本人最強のスーパーシューター富永啓生選手について紹介してきました。渡辺雄太選手、八村塁選手に続いて現役3人目の NBA プレイヤーにきっとなってくれることでしょう。今後も彼の活躍からますます目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画の感想をコメント欄で教えてください。今後もバスケに関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。